の結果を見せましょう。本格的に調査を始めようか、団長。ちょっと待って、問題があるみたい。悪いけど今すぐ戦闘。すぐそこまで。妖魔たちが。静香も先ほどついて。まずは静香が画面をタッチしたまま動かす。あそこの印のところまで動かしてみよう。さあまずは一回攻撃してみて。いや、撃たれないことも基本中の基本だけど、方向を決めて右側のボタンをタッチすればいいの。気をつけて。方向をして妖魔の攻撃に反応して隙を作って。回避か。はっ、その時は地面に倒れて無防備状態になるかもしれない。あっ、地面にぶつかる前に回避ボタンをタッチして受け身を取って。すごい。しかしこんなやり方じゃ。天気スキルで。天気スキルはエネルギーを一気に爆発させ、天気に必要。今回は特別に私がエネルギーを上げる。今よ、稲妻より早く。よし、残りのここってこれからの鍵の拠点に持ってこいかも。正義は絶対に勝利しますから。どうだった？妖魔との戦いは。まだまだ続くよ。ちょうどリストカモンのステラに会ってみようか。ステラの結晶を使うとすぐに呼び出せるよ。私の弾は絶対に外れないわ。すごっ。あと戦闘に役立つ特別。ほら、よく覚えといて。細かい。さあもう少し周りを調べたいエリアを調査を任せる。さ、ほらここ。よし、深呼吸して。じゃあ、訓練の結果を見せましょう。もちろん団長くらいのエリートならそれくらい知ってると思うけどね。まあでも確認くらいは。バットライデン戦闘中発動されるとちょっとの間しか使えないから、しっかりしてね。今度はさ、それで回避。ほら今避けるのよ。これでプラトンスキルが使えるよ。サブ調査団、今このスキルを使うためには正確なタイミングに攻撃をちゃんと避けること、忘れないでね。任務成功。
結果を見せましょう。抜刀ライデン、抜刀ライジン、ヒュン。抜刀ライデン、抜刀ライジン。目標侵入乱射、乱射。カラスに慈悲心なんてない。抜刀ライデン、抜刀ライジン。目標侵入乱射、任務成功。訓練の結果を見せましょう。抜刀ライデン、抜刀ライジン。抜刀ライデン、ヒュン。抜刀ライデン、抜刀ライジン。目標侵入乱射、目標交代。稲妻より早く。抜刀ライデン、抜刀ライジン。目標侵入乱射、乱射。カラスに慈悲心なんてない。抜刀ライデン、抜刀ライジン。目標侵入乱射、乱射。
成功。